厳選層やっていきますということで、なんか最近さ、動画撮ってるサブのスマホが調子悪いのかな。せっかく今動画撮ったんですけど、全部消えてるっていうね。全部撮れていないっていう、絶望的状況ですが。まだ同じ話をするモチベーションがなかなかないんですが、結構な熱量を持って喋っていたんで、ちょっと同じ熱量で話せるかわかんないですけど。軽くね、同じ話をするとして、厳選層ちょっと久しぶりの動画ですが、実はね、サーダリーガチャね、いつものちょっと悪い癖出ちゃって、UR 出るまで単発チャレンジしたんですけど、まあ、その動画も上げようと思ったんですけどね、ちょっと気力がなくて。まあ、配布で5連あるんで、まあ、結果54連、原動石全部使って、UR 出ず終わるっていうね。地獄を実はね、動画出してないですけど、そんな地獄を味わっていましたっていう話ですね。これ何度も言うけどね、本当に好きじゃないキャラクターは、一連もね、ガチャってはいけないっていうのはね、改めてね、思いました。今でもわかんないです。なんで自分が全く欲しくないサーダリーのガチャしたのか。今でもわかんないですね。多分ロマサガーレースのせいかな。まあ、ちょっと動画撮り直しなんでね、まあ、ザザッとね、簡略しますが。まあ、みんなもね、そろそろね、何かしらの上限解放が来るっていうのは多分思っていたと思いますが。まあ、今回はブグですね。プラス6を実装ということですね。まあ、これが発表された時は、詳しい詳細出てなかったんで、最悪のパターンはもう1本プラス5ブグが必要で、かつレベル1に戻されるというパターンが自分の中での最悪のパターンだったんですが、まあ、結果それはないらしくて、プラス5武器は1本でいいらしくて、まあ、新たな素材とレシピが1枚分ね必要になるっていうことらしいんですけど、まあ、さっきはちょっと順番逆でしたけど、先にこっちから話していきますが、まあ、プラス6すると攻撃力がね135、もともとが113なので、結構この素の攻撃力もね、アップするっていうことは普通に考えて、アサルトもね、多分結構攻撃力上がっているんでしょう。まあ素材はね、まあ、プラス5、1本で済むっていうことで、ただ問題は、そのもう1個の方の懸念はね、どうやら的中らしくて、やっぱレベル1に戻されるっていうことですね。まあ、過去の動画でね、散々もう、何回か動画同じ話してるんで、もう深くは言わないですけど、まあ、相変わらずクソ運営だなって思うのがね、ちょっと過去の動画見てもらって、オーベロンの時とか、FF6 コラボの時とかにね、結構話してるんで、その動画をね、見てもらえればと思うんですが、このさ、レベル1に戻されるっていうのがクソなんですよ。何がクソって、過去にね、例えばブグ育成パスとか、買ってまで、まあ、今でこそブグ育成キャンペーンありますが、当時っていうのはね、本当にプラス5をカンストするのすごい大変だったんですよ。中にはね、ブグ育成パスを買ってまでね、プラス5のカンストを目指した人がいる中で、そういう人たちのね、過去に課金してくれたね、そういう恩とかそういうものをね、バカにするようなね、このプラス1に戻してくるっていうね、これもはや詐欺じゃないですか。っていう話は過去に散々してきてるんで、まあ深くは言わないですけど。だから本当にね、もはやね、でもね、幻影戦争をまだやって、廃課金してる人っていうのは、まあ、洗脳されきってしまっているので、そんな何も思わない可能性すらあるんですが。普通に考えたら腹立つはずなんですよ。過去にブグ育成パスまで買ってね、プラス5をカンストした人は、プラス6にして、レベル1に戻される仕様っていうのはね、普通は起こって叱るべきだと思いますし、そういうユーザーのことを一切思いもしないね、この幻影運営の、もうなんかもう当たり前のようにね、詐欺みたいなことやってくるね、この運営の思考回路がね、やべえなって感じですよね。まあ、これも1年以上言い続けてますけど、まあ今でこそさ、プラス6が来るんだからさ、なおさらですよ。なおさら。せめてこのハンマーのね、使用回数とかさ、10回じゃなくてね、20回とか無制限にするとかね、そういう改善をしてからプラス6を実装するならわかるんですけど。まあこれも過去に散々話してきたんでね。だから本当にね、それくらいはなんで気づかない。自分が運営だったらですよ。先に、ハンマー叩ける回数を、まあ、20回とか無制限にします。その上で、プラス6実装しますよっていうくらいだったらまだね、まだわかるじゃないですか。過去にさ、ブグ育成パスの課金までしてくれた人をね、この裏切るようなことする普通っていう感じですよね。とにかく本当にこれがね、もう過去に散々話してきたけど、改めてね、ここの運営がいかにクソかっていうのをね、改めてね、伝えていきたいなと思います。いや、ひどいでしょ。これ自分は過去に何回も味わってるからもう、あれですけど、ひどい運営ですよね。過去にさ、課金してくれた人をさ、無にしてくるんですからね。まあ、あとさ、もう一個さ、その、新しくね、ハートクォーツっていう謎の素材が追加されるんですけど、まあ、どうせ多分課金で直接入手するか、
まあ、モグショップとかで多分交換とかになるんでしょうけど、まあ、仮にモグショップだったとしてさ、まあ、ギルもないからイコールスタミナもない、薬もない。だから、イベントコラボメダルもね、集めることができない。薬ないからね。自分みたいにさ、スタミナの自然回復をなるべくロスしないようにやってる人間でも、全然ね、イベント集会まではちょっと手が回らないんですよ。せめてこの新名石の UR だけは交換したいなと思ってるんですが、本当にここまでたどり着けないんですよ。さらにここにハートクォーツまで加わっちゃったら、もうどうすんのって感じですよね。もしくは FF10 以降にね、始めた人とかはさ、今回の復刻が初めての人はさ、もうジョブの記憶ピンクまで集めなきゃいけないわけですから。そうすると、多分10コラボのメダル集めきれないと思うんですけどね。もう自分リリースからやってますけど、このイベントコラボメダル、こういうね、覚醒期限とか、この思いのかけらまでは絶対たどり着けないです。いやだから本当にこの運営っていうのはね、まあ何度も言うけど、アンケートとか取るのはもう本当に無意味ですし、アンケートの時の動画でも話しましたけど、ここの運営にいちいちなんか答えることすら馬鹿らしく思えてきますよね。自分はあの民営放送は見ないんですけど、少なくともあのメンバーでいる限り、民営放送はもう見ることはないっていうのはもうずっと言い続けてますが、まあでもあの、放送あった後さ、あの、攻略サイトで放送の情報のまとめみたいに出るんで、それ見た感じでは今回のこの、武具育成のね、上限解放の話は出てなかったはずなんですが、だから多分これ突発的にね、来た情報だと思うんですが、こういうことはね、あの、お知らせ事前情報もなしにね、もう最短最速でね、実装してくるのにね、まあ、これも何度も言ってるけどね、もうこういう直接集金につながるようなね、CEO さっすぐやるけど、もう直接集金につながらないね、もう2年近くね、アップデート予定に加わってるね、おすすめ編成とかね、ビジョンカードのね、UI 回収とかね、そういうのは一切やらない。だけど、こういう新要素は、もうアップデート予定にもね、今後のお知らせにも一切書かずに、もう一目散にね、こういう要素はね、実装してくるっていうね、相変わらずね、クソ運営やってるなって感じですね。なんか本当に幻影戦争を見てるとさ、これも過去に何回か話してますけど、あの、腐れ坊ちゃん岸田政権とかとそっくりでね、多くの国民とさ、多くの著名人はさ、こういうコロナで傷んだ経済を回復させるためにはね、まあ、一時的にもね、減税するべきだっていう人が、多くの人が声を上げているのに、まあ、腐れ坊ちゃん岸田政権はさ、ごく一部のさ、もう増税するべきだって言ってるね、クソ財務省とかのね、話しか聞かないわけじゃないですか。それとね、本当にそっくりなんですよね、減税運営って。多くのユーザーの声は無視して、ごく一部の、多分ね、このプラス6、あの、武具育成の上限解放を望んでる人って、もう洗脳された配課金ユーザーの中でも、さらにごく一部の層しかいないと思うんですよ。言ったら、普段あんまりね、個人名みたいに特定して出さないんですけども、今回あえて言わせてもらいます。言ったら親善大使とかそういうのやってるような、ごくごく超一部みたいな人しか、このプラス6の武具をね、上限解放すべきだとか言うやつはいないはずなんですよ。そういう人間の声はちゃんと聞くのに、この多くのユーザーの声はね、一切無視っていうね。本当になんか腐れ坊っちゃん岸田政権とかと被ってね。だからよりなんかね、現役運営がなんかね、本当にクソだなと思うんですよね。本当に腹立つなと思うんですよね。でもさ、本当にさ、こんなクソ運営にさ、あの、応援、課金して応援してあげようっていう気持ちになれます？自分はあの、グランブルーファンタジー今度あの、周年ありますけど、普通にね、あの、スペシャルサプライズチケットとか買うつもりですけど、あのグラブルとか本当にね、いいゲームだと思うんで。まあ、グラブルもね、まあ、何かしらやってそうな感はありますけどね、ガチャに関してはね。まあ、本当にね、幻影運営っていうのはね、まあ、ライト層、新規層とかはね、もう完全に切り捨てっていうのは前も話しましたけど、もう洗脳されたね、ごく一部の配課金奴隷たちだけをね、対象にね、ゲーム運営してると思うんですが、その配課金奴隷たちですらね、最近自分のフレンドも初期からいるね、ランク170とかさ、あるような人もね、もう引退しちゃったのかね、ログインしなくなっちゃったりしてるんでね。あ、ちなみにギルドメンバーをね、今さらに人を、あの、募集してるんで、まあ、近々もう一人二人ね、除名するんで、で、募集要項とね、動画概要欄確認してもらって、そこまでガチじゃない人ね、お待ちしておりますということで。まあそんな感じで、ちょっと動画撮り直しなんですが、まあ2回撮ると、なんか何が話して何が話していないのかちょっとわかんなくなっちゃって、あれなんですけど、
もし話漏れてることがあればね、すいませんって感じで。ちょっともう時間もないんで、ここら辺でね、終わりにしたいなと思います。何度も言うけど、本当にね、過去にね、プラス5をカンストするためにね、ブグ育成パスとかね、買ってまでね、課金した人はね、こんなクソ運営許しちゃいけないと思うんで、声を上げた方がいいと思いますよ。さっきも言ったけど、自分は本当グランブルファンタジーとかそういうゲームはさ、応援してあげよう、課金してあげようって気持ちになるんですけど、幻影戦争に関してはね、こういう運営ばっかするから、マジでアニバー詐欺ガチャ以前に課金した人に、マジで今でも返金しろと思ってるくらいなんで、確実な詐欺ですからね。応援してあげようっていうか、返金しろよ、このクソ運営っていうくらいにしか思っていないんで。早くね、幻影戦争っていうゲーム自体はね、紙素材なんでね。ずっと言ってるけど、いい開発運営さんにね、変わってくれることをね、祈りたいばかりですね。まあ、スキエニ自体にもいなさそうな気がするんで、いっそね、再現あたりにね、譲渡してくれるとね、嬉しいなっていう感じで。そんな感じで。どうもありがとうございました。